皆さんお元気ですか。ホライズンコミュニティチャペルの塩島です。2013年11月14日木曜日、今日のタイトルは男のない女はなく女のない男はない。今日の聖書箇所はコリント人への手紙の第1:11-16です。コリント人への手紙第1:11-16。私がキリストを見習っているように、あなた方も私を見習ってください。さて、あなた方は何かにつけて私を覚え、また私があなた方に伝えたものを伝えられた通りに固く守っているので、私はあなた方を褒めたいと思います。しかし、あなた方に次のことを知っていただきたいのです。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。男が祈りや予言をするとき、頭に被り物をつけていたら、自分の頭を恥ずかしめることになります。しかし女が祈りや予言をするとき、頭に被り物をつけていなかったら、自分の頭を恥ずかしめることになります。それは髪を剃っているのと全く同じことだからです。女が被り物をつけないのなら、髪も切ってしまいなさい。髪を切り、頭を剃ることが女として恥ずかしいことなら、被り物をつけなさい。男は被り物をつけるべきではありません。男は神の似姿であり、神の栄光の現れだからです。女は男の栄光の現れです。なぜなら、男は女をもとにして作られたのではなくて、女が男をもとにして作られたのであり、また男は女のために作られたのではなく、女が男のために作られたのだからです。ですから、女は頭に権威の印をかぶるべきです。それも、御使いたちのためにです。とはいえ、主にあっては、女は男を離れてあるものではなく、男も女を離れてあるものではありません。女が男をもとにして作られたように、同様に男も女によって生まれるのだからです。しかし、すべては神から発しています。あなた方は自分自身で判断しなさい。女が頭に何もかぶらないで神に祈るのはふさわしいことでしょうか。自然自体があなた方にこう教えていないでしょうか。男が長い髪をしていたら、それは男として恥ずかしいことであり、女が長い髪をしていたら、それは女の光栄であるということです。なぜなら、髪は被り物として女に与えられているからです。たとえこのことに異議を唱えたがる人がいても、私たちにはそのような習慣はないし、
神の諸教会にもありません。私たちは先月からこのコリント人への手紙を学んでいます。私たちは6月から8月まで学んだ使徒の働きから神が意図した教会について学びました。このコリントの教会は使徒パウロが第一次伝道旅行の時にこのコリントを訪れ1年半の間滞在して伝道したことによって生み出された教会でした。このコリント人への手紙の内容はこのコリント人の教会が生み出されるために用いられたパウロがこのコリントの教会で生じていた問題を通してこの神が意図した教会の姿となるように苦闘している姿が伝わってくる内容です。そのパウロの苦闘が今日の聖書から箇所からもよくわかると思いますが、まずこのコリントの教会に起きている根本的な問題の原因となっていることは一体何だったのでしょうか。そして私たちクリスチャンもこの同じ原因によってこのような問題を持ってしまうということを私たちは学んでまいりましょう。まずコリント人への手紙の3章の一節をお読みいたします。さて兄弟たちよ、私があなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子のように対するように話しましたと書いてあります。ですからこのように彼らがキリストにある幼子、つまり霊的に成長していないということが問題のすべての原因だったのです。なぜなら神が私たち一人一人にどのように働いているからなのでしょうか。同じくコリント人への手紙の第一の3章6節7節をお読みいたします。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。それで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません、成長させてくださる神なのですと書いてあります。しかしこのコリントの教会で生じていた問題は霊的に成長していない彼らにとってこの大切なものがこの世に成長させてくださる神ではないということだったのです。では彼らにとっては何が大切なのでしょうか。それは彼らがアポロにつく、ペテロにつくと言っているアポロでもなく、またパウロでもペテロでもありませんでした。実は彼らが大切なのは自分自身なのです。ですから彼らはこのように霊的に成長していない結果、大切なのは成長させてくださる神ではなく、大切なのは自分自身だということがこのような問題を生じている最大の原因だったのです。ではこのコリントの教会において成長させてくださる神が大切ではなく自分自身が大切だということがこのコリントの教会においてはどのような問題を生み出していたのでしょうか。今日の箇所にあるコリント人への手紙第一の11章16節をお読みいたします。たとえこのことに異議を唱えたがる人がいても、私たちはそのような習慣はないし神の諸教会にもありませんと書いてあります。ですから彼らが問題としていることは習慣や伝統としているからことから生じている問題だったのです。しかし私たちもそうですが、このような伝統や習慣は私たちの価値観ととても強く結びついているものです。そのためにパウロがこのように神の諸教会にもない習慣と言っていることでこのような問題が生じていたことがよくわかります。しかしパウロはこのような習慣や伝統から生じている問題を通して何を願っているのでしょうか。それは彼らがキリストにあって霊的に成長することです。ですからパウロは霊的な教師としてまた霊的な父親としても彼らをキリストにあって成長させたいと願い、この手紙を書いているのです。つまりパウロはこの問題を通して彼らがキリストにあって成長することによって大切なものが
成長させてくださる神となるようにこの手紙を書いているわけです。そこで霊的な教師であり、また霊的な父親でもあるパウロは、まず最初に彼らにどのように言ってるでしょうか。とてもこの興味深い内容ですけれども、コリント人への手紙の第一の11章2節です。さてあなた方は何かにつけて私を覚え、また私があなた方に伝えたものを伝えられた通り固く守っているので、私はあなた方を褒めたいと思いますと、パウロはまずそのように言っています。実は私は10年間ほど中学校の教師をしていたので、パウロが彼らに霊的に成長してほしいという願いが、このように彼らを褒めていることから始めていることからもよくわかるんですね。なぜなら私たち教師も彼らが成長するためにいるからなんです。ですから私たちが彼らの成長を願っているならば、まず彼らの良いところ、褒めることができる点に注目しなければなりません。そしてその彼らがこのような問題となっていることを通して、彼らがさらに成長することを願っている姿こそ、まさに教師としてのパウロの姿ということが伝わってくるわけなんですね。今日も私たち一人一人に主は何を願っておられるんでしょうか。それは私たちを霊的にさせようとして働いているんですね。今日もこの方を本当に見上げてまいりましょう。ではパウロは彼らがキリストにあって成長するために、これらの問題を通して彼らに一体何を教えようとしているんでしょうか。コリント人への手紙の第一の11章3節。しかしあなた方に次のことを知っていただきたいのです。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です、とそのようにパウロは言っています。ですからパウロがこのように彼らに知っていただきたいと言っていることを彼らに教えようとしているわけですね。そしてこのパウロが教えようとしていることは何かというと、霊的な秩序です。ですからパウロは彼の伝統や習慣の上に問題としていること、つまり自分が大切だと言っていることを通して、この霊的な秩序を彼らに知らせようとしているんです。なんならパウロは彼らにこの霊的秩序がどこから来ているものだということを教えたいからなのでしょうか。コリント人への手紙の第一の11章12節です。女が男をもとにして作られたように、同様に男も女によって生まれるのだからです。しかし全ては神から発しています。パウロはこのように彼らが習慣や伝統から問題にしていることを通して、このように神から発していることについて彼らに教えようとしているわけですね。なぜなら信仰、つまりキリストとの関係というのは、このような私たちの習慣や伝統によるものでは決してないからです。そうではなく、この神から発していることが、このキリストとの関係、信仰には大切なものなんですね。ではそのパウロがこの問題を通して彼らに教えようとした神から発していることとは何を目的としていることなんでしょうか。コリント人への手紙の第一の11章7節です。男は被り物をつけるべきでありません。男は神の似姿であり、神の栄光の現れだからです。女は男の栄光の現れです。神から発しているものはこの神の栄光を表すためのものです。今日も私たちをこの神の栄光のために生かしてくださる主を見上げていきましょう。お祈りいたします。天のお父様、感謝いたします。私たちの歩みがこのように神から発しているものに基づいているものであり、それは神の栄光をもたらすものであることを一人一人に覚えさせてください。キリストイエスの御名によってお一人お一人を祝福してお祈りをいたします。アーメン。